ウィリアム・ハスキソン、ウィリアム・ハスキソン、1770年3月11日から1830年9月15日は、イギリスの政治家。19世紀前半に、トーリー党政権下で、閣僚職を歴任した。ジョージ・カニングと共に、トーリー党内自由主義派として知られ、カニングの死後にはの指導者となったが、1830年に、 リバプールマンチェスター鉄道の開通式の際に鉄道事故で死亡し、人類最初の鉄道事故による死亡者として知られる。1770年3月11日にイングランドウォーリックシャーに誕生。父ウィリアム・ハスキソンはウルバー・ハンプトンの地主だった。1783年からフランスへ移住し、中フランス大使の辞位を務めている王子の下で学んだ。 滞在中にフランス革命があり、1792年のイギリス大使館撤収に伴い、イギリスへ帰国した。1790年に父が死去し、オックスレーの辞書を相続した。ショーピットと親しくなり、1795年にショーピット内閣のに就任した。1796年には選出の庶民委員議員と、 1801年1月のショーピットの辞職に従って、陸軍副大臣を辞職しようとしたが、次期内閣の陸軍大臣からの要請で、アレクサンドリアーの戦いがあった3月までは、在職した。1802年にはから出馬して落選したが、1804年2月にはから、当選して、再び庶民委員に議席を得た。1804年5月に、 第二次ショーピット内閣が発足するとに就任した。1806年1月のショーピットの死により変わって誕生したクレンビル教内閣への参加は見合わせ、同内閣に対する反対運動を行った。1807年4月にはポートランド公爵内閣に大倉政務次官として参加するとともにから当選する。1812年までここの選挙区の議席を維持した。 1811年のをめぐる問題では、カニングの主張支持し、摂政、ジョージ、後のジョージ4世紀の政府からの入閣要請を拒否した。1812年秋の総選挙から和から当選し、1823年にから選出されるようになるまでここの議席を維持した。1814年7月29日に、水密顧問官に弟子、 1814年8月には、リバプール伯爵内閣の2就任。リバプール伯爵内閣は、当初国王ジョージ4世の影響力の強い、反動的な政権であったが、1821年から1822年にかけて、国王の内閣への影響力が低下。1822年のカニングの外相就任を、皮切りに自由主義派閣僚の養殖への登用が、 始まった。その人事の一つが、カニングの名優ハスキソンの就任であった。通称庁長官となったハスキソンは、自由貿易を推進し、鉄、石炭、羊毛、麻、コーヒーワインなどの関税を減らした。これにより一定の食産工業、失業率減少、景気回復、国内消費拡大が成し遂げられた。1826年までに、リバプール伯爵内閣は、 カトリック解放問題、カトリックへ賛成権を付与するか否かをめぐって分裂。ハスキソンは、閣内において、カニングやフレデリック・ロビンソン、後のゴドッチ死者と共に、カトリック解放派として行動し、プロテスタント派の内務大臣、ロバート・ピールと対立を深めた。1827年4月に、病のリバプール伯爵の辞職で成立したカニング内閣にも、 通商長官として留任したが、カニングは首相就任からわずか4ヶ月で死去。ハスキソンはカニングに代わって、庶民委任内総務に就任するとともにの指導者となった。カニング内閣の後継として、ゴドリッチ支社区内閣が成立すると、はじめ通商長長官として留任したが、間もなく陸軍、植民地大臣に転じた。カニングの意志を継ぐ自由主義者ハスキソンは、 ゴドリッチ支社区内閣において、国王から派遣されてきた内閣のおめつけ役である、トーリー党主級派増省と対応深めた。この争いが原因で、ゴドリッチ支社区内閣は1828年1月に、総辞職に陥った。1828年1月に成立した、ウェリントン公爵内閣は、トーリー党主級派的内閣だったが、カニング派を閣僚に多く登用する条件でハスキソン。 もう政権に止まった。しかし5月には腐敗選挙区削減問題で内省ピールと対立を深めた。これを不服として、ハスキソン以下カニング派閣僚は一斉に辞職した。ただしこの際に、ハスキソンに従わずに政権に止まったカニング派議員も、おり、ハスキソンに従うカニング派議員、以降便宜上ハスキソン派と呼ぶはこの時点では40人、ほどになった。 さらにウィリアム4世の即位に伴う1830年6月の解散総選挙ではハスキソン派は11議席まで議席を落とした。この後ハスキソンはホイック党と手を組む決意をし、1830年9月15日のマンチェスター・リバプール間鉄道の開業式、ハスキソンはこの鉄道の実現に熱心に協力した人間だったの席でホイック党首。 グレー白爵の側近と会見する手はずを整えた。ところがこの式典の当日に、ハスキソンは鉄道に惹かれて、事故死した。この開通式の際、議士長のジョージ・スチーブンソンはまだ閉塞制度もない時代だったので、最重要来品を乗せた第一編成用の線路、ハスキソンもここに乗っていたと、それ以外の7つの編成の線路を開け、 最重要来品の列車にた列車が追突しないようにしていたが、途中第一編成が給水のため停車する駅で、最重要来品客たちが勝手に降りて、隣の線路の先まで歩いていくのまでは計算しおらず。そこで、ハスキソンは、ウェリントン公爵に呼び止められて、彼の方に向かった際に、そちら側の線路に、ロケット号の引く編成が入ってきた。 当時の機関車にはまだ汽笛がなく旗で合図をしていたのでハスキソンは機関車に気がつくのが遅れた上ブレーキも摩擦でかかるものは客車側にしかなく機関車側で唯一操作できる動力逆転による制動も走った後では逆転ハンドルが厚くてとっさに握れないというような問題があったためブレーキが間に合わずハスキソンはそのままロケット号にかれこれを見たジョージス・チーブンソンは 自分が操作していた第一編成から客車一両以外を切り離して、ハスキソンを乗せ、列車をマンチェスターまで全力で走らせたが、助からなかった。ホイックと上層部にはハスキソンへの不信感が強かったため、ハスキソンの死はむしろハスキソン派とホイックの結合を加速させたという。ハスキソンの死後、ハスキソン派は、メルバーン支者やパーマストン支者が指導したが、 彼らは後に翻訳党の首相となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。